はい、モコ8625です。ですね、ウィンドウ遮気を補充しまして、あと au の解約申し込み書も今郵送してきましたんで、まあ、あとこれから帰るっていう感じですね。ウォッシャー液2リットル買ったんですけど、若干余っちゃいましたかね。少し使ったら補充しようかと思うんですけど、まあ、この愛の屋さんも開店ですよね。ここがまあゲオですね。あ、もう看板できてますね。右手が東方ショールームなんですかね。これも行くなら行ってくれって感じですけどね。雲行きが怪しくなってきましたね。
ですかね。そうすると住宅街を抜けて雰囲気になるんで、まあそうするとあのスタンドの前に出るっつう感じなんですけど、あそこは右折ができないんですよね。渋滞はまってどうしようもないときはこちらのルートをおすすめしますけどもね。逆走車が来るの怖いんですよね。ああ、ちょっと雨が降ってきましたね。2席に行く橋ができちゃったもんで一時停止なんですよね。ああ信号は多分変わっちゃいますね。ダメですね、ちょっと行けそうにないんでここら辺で。そうそうそう、酒の厚みさんの目の前に出るんですけど、いやー今日も混んでますね。例えば、まあ、いつも使ってる普通のルートなんですけどね。やっぱり雨がちょっと降ってきましたね。あー、あとたまにここに警察がいるんですよね。今日はいないですね。Thank you.
にかもう作ってますね。なんていうんですかね、あのガードレールじゃなくて木の柵みたいなのが あここからまた作ってるようですね。それではお疲れ様です。